もいのいです。この動画では Google スプレッドシートのジョイン関数について説明してみたいと思います。このジョイン関数はスプレッドシートのセルで文字列や数値などを指定した文字で結合してくれるっていう便利な関数になるので、よかったら参考にしてください。ジョイン関数の数式の書き方っていうのはこんな感じになります。まずジョインと書いてもらって、区切り文字最初に入れてもらって、結合したい値ですね。スプレッドシートのセルの中の値を、結合した値を指定していきます。一応、いくつかする場合は、その値の間をカンマで区切って指定していきます。では、ちょっといくつか実際にやってみたいと思います。この表で、例えば、ここですね。この番号。これのここをちょっと結合してみたいと思います。これをイクオールのイクオールジョインと入れます。で、カッコで食って、で、まずちょっとカンマで区切ってみたいと思います。カンマでダブルクォーテーションの、ここに区切りたい文字ですね。ここに入れてもらって、カンマで区切ります。で、あとは結合したい文字列ですね。今回はこの3つ。3列を結合していってみたいと思います。なのでこんな感じで選択してもらってカッコで閉じます。でエンター、するとここ1カンマの大阪カンマブローチとこの3つがつながっているのがわかると思います。次に横棒でやってみたいと思います。そしたらこれでまたジョイント入れます。でカンマのでダブルクォーテーションの横棒でいきます。でカンマで区切ります。で、今回はちょっとしたらこの番号1、これとこのブローチっていうのを大阪店を省いて結合してみたいと思います。1のここでカンマで区切ります。で、次にこのブローチですね。この、ここを選択します。で、これで、カッコのエンターを押します。すると、1横棒のブローチで結合されているのがわかると思います。例えば、次に、そしたら今度は、イクオールのジョインで、ここをダブルクォーテーションのアンドで区切ってみたいと思います。アンドで区切ってみたいと思います。これでカンマの、次は大阪店とカンマのブローチにしてみたいと思います。で閉じます。でエンター、すると大阪店&ブリッジで結合されているのがわかると思います。こんな感じで指定した文字でできますので、よかったら使ってみてください。であとイクオールのジョインの空白っていうのもできますので、これでダブルクォーテーションジョインでカッコの閉じてダブルクォーテーションでカンマの大阪店のブローチといきます。これで1といきます。で、カンマで閉じます。するとこんな感じで大阪店の空白何も入ってない状態でつながっているのがわかると思います。こんな感じで簡単に指定できますので、よかったら使ってみてください。あと次にちょっとこれ消します。次に、これですね。今度は、この区切り文字っていうのを、先ほどここ指定したんですけど、例えばここ、違うとこですね。この横の方に、ここに、カンマですね。ちょっと見えにくいので、太字にします。サイズ変えます。ここですね。このカンマ。ここにカンマっていうのを置いといて、で、ここにイクオールでジョインのカッコの。今度はここに、これですね。このカンマ。ここを指定します。E1 のカンマで区切ってもらって、大阪のカンマのブローチといきます。で、カッコで閉じて、これで大阪ブローチ間まで、出たのがわかると思います。こんな感じで、区切りたい文字を、例えば今度はここに、
アンドと入れます。アンドと置いといて、今度はここに、ジョインの、今度はここ、F ですね。で、カッコの、1アンド大阪でいきます。これでエンターで1アンド大阪になってるのがわかると思います。これですると、ここ、例えばここを、はーにします。はーに変えると、ここが変わったのがわかると思います。で、ここも、横棒にします。すると、ここ、横棒に変わったのがわかると思います。こんな感じで、つなぎ文字の指定っていうのも、できますので、こんな感じの指定っていうのもできますので、よかったら使ってみてください。あと、この縦でこうですね、この縦方向、今横方向でやったんですけど、この縦方向っていうのもできますので、それもちょっとやってみたいと思います。これで括弧をイクオールのジョインにしてもらって、ジョインにして、あれ、イクオールのジョインの括弧の、これします。これにしてもらって、で、こうで、これを指定します。縦方向に指定します。これでエンターをします。すると、大阪、渋谷、広島、大阪、これが縦方向につながっているのがわかると思います。こんな感じで縦っていうのもできますので、よかったらそれもやってみてください。このジョインの注意点としましては、ジョインをする範囲っていうのは、この単一行ですね、複数行で指定してしまうとエラーになりますので、その辺は注意してください。例えばこのジョインイクオールのジョインとします。で、カッコのこれにします。で、これをこうですね、こんな感じで選択してやった場合はこんな感じでエラーになります。ただ、これ、こう、こう、こうとかはできますので、例えば、クオールのジョインとして、カッコの、ハーにします。で、カンマの、これを選択してもらって、カンマの、例えば、渋谷、カンマの、ブローチとします。で、カッコ。で、やると、こういった場合は、できますので、この辺は、できますので、この辺のこのいっぺんに複数行、こうですね、こんないっぺんにまとめを選択っていうのはできないので、この辺は注意するようにしてください。こんな感じで、ジョイン関数っていうのはいろいろ結合できますので、表の管理とかする場合は便利だと思います。覚えておくと便利に使えると思いますので、よかったら参考にしてみてください。この動画は以上になります。この動画がためになったと思ったらグッドボタンの方よろしくお願いいたします。またこのチャンネルでは他にもスプレッドシートの便利な使い方や他の関数というのも紹介してますので、よかったらそちらも参考にしてみてください。またチャンネル登録の方もよかったらお願いします。この動画は以上になります。ありがとうございました。